好み焼き屋のゆうちゃんから5000円借りてきて全部パチンコで負けてもたから乾物屋の中西に8000円借りた、それからゆうちゃんに3000円返して2000円だけ競馬をやったら1万9000円買ってしもった。その中から6000円乾物屋の中西に返して残りで飲みに行ったら3600円足らへんかった。なじみの店やし明日払うわ言うて帰りに車代1000円借りた。途中であるサロの君長に会った。君長が僕らをしようと言ったのでお釜のゴロちゃんと朝までやってしもうた。結局5000円負けてしもった。あくる日有山に6000円貸した中からなんぼか貸してやくれと言ったら3200円貸してくれた。 Here we go! 俺の借金全部でなんぼや、俺の借金全部でなんぼや、俺の借金全部でなんぼや。 Yeah.